1999年、ロサンゼルス。駆け出しの女優が、オーディションに向かっている途中で、車が故障してしまった。立ち往生したのは、ビバリーヒルズの目抜き通り。目の前にはおしゃれなカフェがあり、テラス席には、人がたくさんいた。でも、誰も助けにやってきてくれない。そんな時、バイクが通りかかる。助けがいるかい？ヘルメットをかぶった、この男性こそ、キアヌ・リーブスだった。彼女は汚い車を見られることの恥ずかしさで、パニックになったという。人気俳優に、鳥の糞だらけの車を押させるわけにはいかない。そう考えた彼女が、運転席を譲ろうとした時、キアヌが止めた。僕が押す。どうぞ中に入って。かくして、彼女がハンドルを握り、キアヌが車を押すことになった。すると、キアヌに気づいた人が我先に集まり、彼女は、窮地から救われた。ちなみに、この時の新人女優とは、オクタビア・スペンサー。今では、ハリウッド映画に欠かせない女優の一人となっている。この時のことは忘れないと、オクタビア・スペンサーは言う。だから、キアヌの映画は、公開週に必ず見に行くことにしてるの。